はい、こんにちは、かっこいい期待室の竹下敦です。今日はね、お茶の水にある下倉セカンドハンズさんで、ギターのメンテナンスをしていただきました。具体的にはですね、はい、ごめんね、このコマの部分ですね、どうしても4弦が4弦がねビビっていたんです。ビビるっていうのは何て言うかな、濁った音が出る、それがちょっと気になっていたんで、これ治りませんかねとお願いしましたところ、リペアマンの方が丁寧に対応してくださいまして、私の曲の中でっていうフレーズが多いんですよ。でどうしてもこの4弦のね、開放とか4弦のこの音がポイントになるので、今までビビることが多かったんでしょうがなくこう柔らかく弾いてたんですね。ところがどうしてもそうすると柔らかく弾くとミスタッチが多くなるんですよ。なのでもう少しこう思い切って力強く弾けるようになるためには、やはりビビり音をねなくす、それが一番いいと思いまして、私の楽曲の中で、死にゆく老人のためのエチュードという曲がございまして、ちょっとそのワンフレーズを弾いてみますね。このここのね、ビビり具合っていうのはねとても重要だったんですが、今までどうしてもこれが過剰にビビっていたんですが、今回ね弦高を、かなり高くしていただきました。通常の、クラシックギタリストが弾くであろう弦高まで上げていただきました。でね、すごく丁寧な仕事をしていただきまして、このナットの部分もね丁寧に30分ぐらいかなかけて、合わせていただきました。で実際に弾きながらね、タッチを見ながら調整していただいたんですが、非常にいい仕事をしていただきました。ぜひね、クラシックギターをねご購入されるんであれば、下倉セカンドハンズで、買われるとよろしいかと思います。それではかっこいいギタリスト竹下敦史でした。 See you soon です。